はい、こんにちは、スクーキワカメと申します。それではヴァンガードディアデイズですね、続きをやっていきたいと思います。まあ、とりあえずまたデッキの方は軽くいじりまして、一応まあクリティカルトリガーをね加えただけみたいな感じなんで、デッキ画面は見ずにまあメインの方を進めていきましょう。なんか豪雪さんと知り合いなのかな、今回マサルくんとのファイトですかね。いらっしゃい、いらっしゃ。ああ、やっぱり顔見知りですね。お前来た、負ける、来た、あ、ちょっと名前ちょっとだけ間違えてる。聞いた、マサルですってば。指定関係みたいな感じなのかな、やっぱり知り合いみたい。うん、一体どこ行ってたんすか。みんなめちゃくちゃ探したんすよ。ってことは豪雪さんが勝手にいなくなった感じ。すまんすまん。いや、すまんすまん、悪いな、ちょっといろいろあってな、裏があんのかな、なんか。それで今は、あ、ご覧の通りファイト以外でファイターを支えていくためにショップオーナーをやってるってわけだ。俺は豪雪さんがいなくなってから俺、もう一度雪月花を立ち上げようと思って。なんだと、なんだと。そのすみません、いい、どういうこと。あの雪月花ってっていう、まあチームだったんじゃない。あ、悪い、雪月花ってのはこの豪雪さんが立ち上げた伝説のチーム、何十人とファイターがいてよ、俺もその一人だったんだぜ。なるほど、まあマサル君もじゃあ悪いやつじゃないんだな。けどその豪雪さんが急にいなくなっちまってよ。そうだな、まあチームのみんなを見てた時にどっか頼もしさっつうかなそんなこと感じちまって、なら俺は引退してもありかなって思ってな。ああ、引退しようと思ったの。マジ、それならそうと言ってくださいよ。まあ黙って出てくのはよくないよ。すごいじゃない。ほう、でどういうこと。雪月花ってカードも奪う集団なわけ。あ、まだ根に持ってますね。ゲッ、なぜ。そんなことは一度たりともさせたことねえぜ。まさか、まさか、マサル、お前、すいませんでした。すいませんでした。お姉ちゃん、やっぱりでもマサル君悪いやつじゃないんだな。だってそう思われても仕方ないでしょ。ねえ。うぐーの音も出ないですよ。その戦うためのメンバーが全然集まらなくてよ。そしたら同士のやつが強いカードをよこせば何とかしてやるって言うからつい。ね、戦うってどういうこと。豪雪さんが抜けてからみんなバラバラになっちまって、あん時いたチームのメンバーが今は争ってやがるんだ。ああ、そう、そんなの俺見てられなくて。なるほど、豪雪さん、豪雪さんが戻りゃ平和に解決しない。お願いだ、もう一度戻ってきてください。そうすればみんなもきっと戻ってきてくれる。戻る気なさそうだな。そいつは無理だぜ。なんで、どんな理由があるんだ豪雪さん。悪いな、俺はもうファイターを引退した身だ。まず辞めた理由がな。どうするんだ。ファイトもできねえやつが上に立ってお前はそれでいいのか。まあいいよ、それでもいいです。そいつはどうかな。他のやつも納得すると思うか。するでしょう。しないの。それは悪いな、悪いな、マサル。けど俺、豪雪さん、たとえ一人でも神聖雪月花立ち上げの夢は諦めませんから。なるほどな、じゃあ柄悪い兄ちゃんが言ってたお前のなんか企んでることはっていうのはそれか。どうだ、それで同志のやつは。あいつならもうとっくにファイトでこいつに負けて、それで何こいつ。ああ、螺旋君にか、じゃなくて私です。まさか、まさか、ありがとう、すげえ強いヴァンガード。まあまあ、トリガーがね強かったよね。すげえじゃねえか。驚いたぜ、ユキちゃんにはついこの間デッキを渡したばかりなんだぞ。
え？マジっすか。マジっすか。同志はそんな弱いファイターじゃなかった。あ、じゃあ同志も知ってるんだ。もしかしたらユキちゃんはすげえ才能の持ち主かもしれねえな。それは。いえ、私は螺旋を助けるために。いや、だから強えんだ。何かを守るためのファイトってことだもんな。ん？ああ、誰かを守るヴァンガード、負けるはずがねえ。どうだ、デッキだって答えてくれたろ。なるほど。でもだったらマサル君もその雪月花を守るためのファイトだったら負けないんじゃない、誰にも。ああ、頼む頼む。どういうこと。な、何。お願いだ、立ち上げ一緒に手伝ってくれねえか。そういう関係になるの。やだだそうですが。だと。はや。おい、じゃあ俺とファイトだ。ん、どうだ、もし俺が勝ったら引き受けてくれ。やだ。いや、なんだ。違う、そうじゃない。争い合って優劣つけて、それが何になるの。もういい、やめて。だから螺旋みたいな子が居場所をなくすの。でもそれ言ったらさ、スポーツとかのね、競技だって競い合って優劣つけ合うわけだから。お姉ちゃん、悪い悪い、確かにお前の言う通りだ。ヴァンガードが大好きなんだ。けど俺ヴァンガードが大好きなんだ。悪いやつじゃないな、マサル君。そう、あん時のみんなだって同じはずなんだよ。俺、だから俺みんなにもう一度それを思い出してもらいてんだ。頼む。みんなで過ごしたあの時を取り戻してんだよ。マサル、マサル、いい子だな。ユキちゃんも答えてあげてもいいんじゃない。わかったわ。聞き分けがいいな、本当に。よかったね、マサル君ね、加藤。これ負けてあげるよ、もう全然。負けるつもりないから。でも負けるつもりはないんだな。私が勝ったら諦める。それでいいんで、負け手じゃないよね、これ。男に二言はね、行くぜ。え、負けイベじゃない。あ、これゆきちゃん勝つけど、なんかその心意気買って手伝ってあげるわみたいになんじゃないの。銀セットはいりません。始めよ。はい、 D セットってなんだ。 D ハッピーセットみたいな。 D スキルだよ。よし、戦おう。じゃあグーで。あ、負けましたね。はい、高校です。で、クリティカルはまあ戻すでしょう。グレード2、グレード2ばっかだな。まあこの子戻そう。はい、ちょっとさ、もうカンガーとグレード2と、まあとりあえずね、ライドデッキあるんで。はあ、何使ってんの君。え、何、ちょっと待って待って待って、見てんだまだ。で何を捨ててなるかだよな。グレード2ばっかだな、本当に。まあでもトリガー捨てちゃうかな、あえて。はい、で、あ、高校だからドローもできんのか。先にドローしてから効果でバインドしよう。ちょっとトリガーがさ、ほんとトリガー運ないんだよな。何が飛んだ。あ、黒翼だな。で今グレード1なんで何にも出せんのがないよ。でもなんか戻せる子いなかったっけ。これ関係ないか。え、どうしようかな。出してなんかグレード1で殴っちゃいたいけど、勘が出したくはないよな。まあこの1枚で殴りますか、素直に。はい、でちょっと待って、これ何、ダークステイツ、ダークレギュラーズ的な感じかな。まあいいや、とりあえずじゃあフェーズ終了で攻撃。ほら、ドライブチェック、クリティカルトリガー、フロントだよ。パワープラス。このデッキにおいてフロントってどうなんだろうな。はい、ダメージチェック。はい、あ、でもやっぱダークレギュラーズっぽいな、なんか。俺のターン、ドロー。はい、コール。はい、ヴァンガードにアタック。まあ最初は食らいましょう。ノーガード、ノーガード。はい、ドライブチェック。多分このデッキクリティカルで組んだろうな。っていうかもうあのアクセルとかフォースとかの概念はなくなったんですね。
はい。ヴァンガードにアタック。まあこれも食らいます。あ、なんかペールムーンっぽいな。ノーガード。なんかパープルトラピージストみたいな。見してくれ。ダメージチェック。はい、見してくれ。あ、でも結構怖いな。で、まあこの子にライドするしかないんだよな。でもグレードにそんなに何枚もいてもしょうがないから、この子国欲とかじゃないね。ただパワーアップできんのか。この子バニラだからこれ捨てましょう。はい。でようやくグレード2が出せる。これ効果ってカウンターブラストでプラスできると。で今国欲だから、あ、ガーディアンに置かれた時だな。相手のリアガード1枚、後列のリアガード1枚選んで、あー、レストさせんのか。まあ出すだけ出しときましょう。で彼女も出す。はい。で効果使いましょう。はい、パワーアップ。パワープラス。たださ、ちょっと待って、打点全然足んないんだって。え、こっちの方がいい？1番だもんな。とりあえず移動。なんかすんごいもったいないけど、これでいいや。でこれでじゃあ殴りましょう。はい、まず1万同士仲良くやろうや。ノーガード。あ、インターセプトすんの？インターセプト。ガード早くない？マジか。でヴァンガードにアタック。はい。ん、どういう効果だって？リアガード1枚手札に、あ、戻せる。これ発動しましょう。でせっかくなんでこの子戻そう。ノーガードだ。はい、ドライブチェック。でまたグレード2、グレード2多いかな。なんかオーダーカードとか何枚ぐらいの配分で入れりゃいいのかも分かってないし。はい、止めてくるね。あと4枚ね。はい、じゃあターンエンドです。俺のターン、ドロー。よーし。お、なになに？あー、やっぱダークイレギュラーズ寄りだなこれ。はい、ソウルチャージしたくさいね。ヴァンガードにアタック。はあ、俺の全力をぶつけるぜ。え、キル発動。マジで？どういうスキルだったの？あ、ソウルの枚数により以下を全て行う。確かソウル7枚だったから5枚以上で1枚だから1枚引いただけか。10枚以上だとパワープラス1万とクリティカルプラス1。やばいな。15枚もやばいけど、まあでもここは食らっちゃっていいんじゃないかな。まだ、はい、ドライブチェック。食らいます。ドライブチェック。はい、トリガー引かないね。あ、サムネありがとう。で俺の手札、あ、なんかすごいガタガタ言ってる。なんかいつもあの子飛んでくな。俺も食らっちゃう。あ、さらにパワーアップすんのかな。あ、結構パワーバカだな。とりあえずヒール。ヒールの何、シールド1万5000になったの。2万じゃないんだ。あ、そうなん、あー、1万5000で統一になった感じ。あ、じゃあノーガードでいいです。ノーガード。はい、ダメージチェック。マジでか、ブースターが全然いない。ターンエンド。私のターン、ドロー。え、どうしようかな。まあこの子になるんですけど、え、こうなったらこれ捨てちゃうか。はい、決めましょう。切り札じゃ。で効果発動、バインド。はい、バインド。国欲、国欲の方がいいんじゃなかったっけこの子。あ、迫欲の方がいいな。でも国欲でも全部マイナス5000だから打点かなり差になれるのはありがたい。でオーバートリガー引いてるよいつの間にか。おい、
え、どうしよう。この子、リアガードに登場した時にソウルブラスト1することで、山札から1枚見てユニットのいないリアガードにコールするか手札に加える。ありがたいな。ただその代わり3000しかないっていう。まあ、これで効果使いましょう。バイバイ。で、はい、これしかない。ユニットのいないリアにコールするぐらいだったらこれ手札に加えちゃった方が。でも捨てないとダメなんだよな。いいや、そしたらこれグレード2だから次インターセプトで使おう。で、能力、その単中このユニットのパワー、このユニットのパワープラスになってもしょうがないんだけどな。はい、だったら前出しちゃえばよかったよ。まあいいや、じゃあこれで殴りましょう。はい、とりあえず8000同士。でもまだ2点なんだよな相手。とりあえず1点。はい、え、オーバートリガーって手札にいる時どういう感じになるの。あ、でも1枚で5万。はあ、あー、なるほどね。あ、了解です。で、じゃあ次バンガードで、ノーガード。マジか。クリティカルトリガー出てくれていいよ。ヒールだよ。あ、でも回復できますね。4点だったのかも。ん、あ、パワーはこの子に。はい、はい、食らってって。トリガーはやめてくれ。ダメージチェック。これユキちゃん本当に勝っちゃうのかな。なんか手伝ってやりたい気持ちがあるんだけど俺の方は。はい、ガードされました。で、またなんかソウルチャージされたらやばいな。もうそ、あ、バトルなの。え、どうしよう。また1枚ドローか。え、これ止めようかな。2枚は出ないでしょ。とりあえず1枚。はい、ガード、ドライブチェック。はい、で後続に回されるかな。引かないね、トリガー。え、であれば次食らってもいいな。これ食らいましょう。もうノーガード。あ、パワーアップすんのか。はい、ノーガードです。ノーガード、ダメージチェック。はい、こっちもな、なんかトリガーが今回うまいことかみ合ってくれてないから。あ、こっちなっちゃった方がいい。アタックした時にソウルブラスト1することでリアガード2枚まで。あー、連続攻撃系なんだなこの子も。どうしよう。相手入れ替え、あ、そうか、ライドか。ライドはもうしません。で、一回この効果次第だな。迫力になってくんないかな。どう、あ、黒欲だよ。マジか。まあこれ入れ替えて、マジでブースターいないっていう。え、もう出しちゃおうかなこの辺。はい、じゃあ殴っていきましょう。あとデッキ23枚しかない。もう相手手札多くないか。ノーガードじゃないでしょさすがに。はい、手札があと7枚。多いな結構。で、1万6000しかないからな。簡単に防がれる。2万8000。トリガーどうした、マジで。はい、ちょっと、え、手札5枚ね。はい、ノーガード。一応じゃあ5点にはなった。はい、
さあどうする、向こうまだオーバートリガーつけないからな。そうか、でもオーバートリガーあるから簡単に防ぐことはできるな。はあ、あでまたドローされるか。はい、えこれでもどうしよう、これで防いじゃおうかな。もうはい、ガードで、クリティカルとか引かれたらハンガーで、トリガー引かなくない、全然最初の方のバトルだから、その辺なんか手加減してくれてる感じなのかな。えでパワーアップするでしょ、ハンガーが腐ってんだよな。28000、どうしよう、これで守っちゃおうかな。はい、ガード、あなんかレストできるんだっけ、そういうことか。ただもう意味がない、レストしてますもん。はい、ガードです。なるほどね、そういう運用ができると。なんか曲が変わった。あはあ、迫力ね。じゃあとりあえずまあフェーズは終了で、このバインド次第、ここからが本当の、お願いします、迫力を、迫力、国欲だよ。あどういうことなんで、またクリティカル引いてるし、とりあえずこの子ここにちょっとでも打点ありたいんで、もじゃあ殴ってこうかな。手札8枚でしょ、削れる自信がない。ちょっとえさあどうしよう、相手パワーめちゃくちゃ弱いじゃんと思うけど、これ国欲だからか、1枚、あ1枚じゃダメだ。トリガーさんマジでどうしました、ドロートリガーだけどさ、まあもうパワーこっちですね。デッキ切れで負けないこれ、大丈夫、すんごいなんか泥仕合になってる。はい、で手札削ってやりたいな、どんどんあと2枚ね。めっちゃ泥仕合、迫力だと確かに相手弱体化させられるけど、迫力の方がいいな。ヴァンガードにアタック、アタックで、またドローか。はあ、普通にでも止めたいんだよな、この辺どうしようかな。でもうでもろくなトリガーがないっていう、まあこれでいいや。でガード、はい、君デッキにトリガー入れてる、全然引いてこなくない。さあどうしよう、これ食らっても良さそうだ、また手札多いな。えどうしよう、食らおう、はい、どうすりゃいいのこれ。えでもライド素直にこの子になろうかな、ちょっと待ってどうしよう、一回この子になってみようかな。ライド初めて使う、カイリちゃん、はい、でもう素直に殴っていこうかな。メイン終了、あれ1万3000ある、あそうか変わったから強くなったのか、やばい、ヴァンガードにアタック、あのリアガードの後ろ張り替えるべきだったな。あでも2枚でガードか、あと4枚ね。
で、この子の効果でなんか戻すんじゃなかったっけな。2枚まで戻せるんですよね。はい。さあ。で、効果。戻すのは、まずカウンター、あ、ソウルブラストで、はい。で、戻すのはこの子と、この子戻す、あ、でも、これ戻しとこうかな。はい。ガード、ドライブチェック、ガード、しっかりガードすんな。で、ドロートリガーだな。え、こっちじゃないと届かないから。はい、ドライブチェック。はい、これででもいけないかな。手札あと2枚でしょう。ヴァンガードにアタック、ガードされっかな。あ、ノーガードですね。決まるかな。ヒールやめて。やっぱ彼トリガー入れてないんじゃない。なんとか勝ったけど、すんごい泥試合でしたね。特に何もしてないのに結構いい時間になってしまった。負けた。約束だ、仕方ね。俺一人で。私もやる。もう君もなんか情緒が不安定だな。マジ？本当か？けどどうしてだ？どうして？俺は負けたってのに。わからない。でもどうしよう。ファイトしてみて本気でそうしたいんだっていうのが伝わってきたか。なんかすんげえ手加減されてる気がしたんだけど。そんな感じかな。お前。ね。一同時。え？え？一同時ユキよ。一同時ユキよ。まあこの子の性格だからうまいことやってけんじゃないかな。ありがとうよ。ありがとうよ一同時。待って。でも一つだけ条件がある。ん？螺旋。この子も一緒。え？僕も？よし。マサルから螺旋を守るために私が保護者代わり。もうあんなことしねえって。それにティーチングとはいえ私に勝ってるから。あ、僕は、でも僕は確かにラーセン君は間違いなく素質があるファイターだ。まあ少しでもね人で多い方がいいから。その気がありゃプロだって夢じゃねえ。俺が保証する。いい加減なこと言うな。そんな甘い世界じゃないでしょ。僕が豪雪さんのお墨付きファイターってんなら文句なんかね。ありがとうよ。ありがとうよ棒じゃなくて一同時螺旋です。あ、螺旋です。すごい名前だよね。すまんなゆきちゃん、うん、俺が変な意地張っちまったせいで面倒ごとに巻き込んじまって。大丈夫。こういうの慣れてますから。そうかそれにまだ私も会ってない。ん？私の知らない私に。なるほど、もう一人の自分に会いたいんだな。会えるぜきっと。よし決めた。どういうこと？何を？何ってチーム名に決まってんだろ。新たにお前らも入ってくれたことだしな。よし。その名もマサル・ウィズ・クリティカル・ブラザーズ。いい名前じゃない。やだ却下。じゃあ千と雪は俺要素がねえな。じゃあラーセン君適当に名前つけてよ。雪月か。いやなんでだよ。雪月かでいいんじゃねえか。はぁ、豪雪さん。はい、いいんだ。あ、じゃあ雪月か指導っていうことで。あ、で D スキルフロントトリガーを獲得しましたね。マサンデッキ本当にトリガー入ってなかったら笑うんだよな。オッケー、じゃあまあまたポイントはね、ある程度貯めてからパック買うとして、今回いいお時間になってるんでこの辺にして、次回またここから先を進めていきたいと思います。というわけでここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。